よろしくお願いします。またゴキナカだよな。ゴキナカ多いね今日。太鼓さんいらっしゃい。こんばんは。はい、これ左穴熊だね。ちょっと7七角ちょっと早すぎたな。やってしまったかもしれない。身の囲い。アニミちゃんいらっしゃい。コマクリ三四。あ、くらいとって一二三四。ちょっと変なことしてるわ。飛車浮かれて一。これぶつけるとどうすんの。三四五。ぶつけるかも。気合入れて。いまいちか。8七飛車7七桂8六飛車なりで8二飛車で7一金金用意するみたいな感じ。まあでも6四歩同歩6三飛車があるから8七飛車だったらまだなんとか入れるかな。1 2金寄りか。3 4 5ちょっとこの辺つく。発行官振り飛車相手に地下鉄飛車する。ああ、地下鉄飛車は玉薄いからね。パンパンもらいやすいので私は銀冠をおすすめしてます。1いつも2 3 4 5 6 7 8 9。いや、飛車打った方がよかったかな。正直ちょっと飛車打つかめちゃくちゃ悩んだ。7七飛車って打って8九飛車で7三歩成だったら得だし、同飛車成同桂も一手得だしっていうことを言いたかったんですけど、いやー、ちょっと空振った時ひどいんで勇気が出なかった。 100% 勇気が出なかった。アルゲンジ助けてくれ。地下鉄飛車相手は私銀冠に普通に組むのを本当におすすめしてます。一番シンプル。1 2 3 4 5 6 7 8 9。あー、どっちか分からん。6 4 6 4飛車なり。6四飛車内から6五桂も魅力的だったんですけど、1 2 3。でまあ4三竜ってしとくんかな。1あ、歩打つんだ。なんか4二金がちょっと嫌だったんだけど、4二金大したことないか。6、まあ、こうしてこれまあ次7二歩とか打てるんで、ま、それは3 4。それはなんかこうすると金取り受けにくいんでは。1あ、これうっかりですね。相手のニコニコで金取っとこう。はい、ありがとうございました。はい、というわけでね、世界一躍立つ感想戦やっていきましょう。はい、感想戦ねになって、あ、配信ヒットこっていう人はもうそこで強くなれないですから。負け組なんでちゃんと感想戦見てください。感想戦には将棋が強くなる知識がたくさん詰まっております。いやー、これ2四飛車ちょっとぶつけて根性見せたけどあんましよくなかったね。いやー、これ三三飛車、あ、でも三三桂か。三三飛車もちょっとここ検討してたんですけど、発行官振り飛車にはこれがおすすめっていう私の動画があるので、それを見ていただくとわりかしいいかな。これまあ桂取って歩成りと思ったけど、5六桂がそっかぴったりか。これ角切れない位置に運悪くなってるんで、角上がりに3七桂と跳ねられて困りますね。金が7九だったら同角成同銀3七飛車成があるんだけど、なるほどね、飛車を打たなくてよかった。発行官振り飛車はね、銀冠とかで例えばじっと対応された時に動けないんですよね、振り飛車からあんまり。で、玉子の薄さがやっぱ目立ちやすいので、結構最終的になんか互角のさばき合いした後端攻めとか玉手戦に持ち込まれて負けるパターンっていうのが散見されるんで、やっぱりそういうところがあって私は指さないっていう感じですね。手詰まりになりやすい。すごい自分から動ける作戦では本来あるんですけど、しっかり組まれるとね、逆襲もあんまり決まんないしっていう感じやね。なので学校官振り飛車はまあ私はあんまりおすすめはしないっていうとちょっときつい言い方だけど、私は指さんかなって感じですね。
もちろん角交換振り飛車で強い人もいますけど、プロの先生も指してるから別に悪い戦法じゃないと思うんですけど、自分から良くしに行くのは結構難しいんで、っていう印象がすごくありますね。あ、銀冠がめちゃくちゃ居飛車の銀冠優秀だからしんどいんじゃないかなって私は思ってる。それ見といていただければ。まあ、ショート動画とかでちょっと上げてるんですけどね。はい。そんな感じでございます。まあ、ちょっとさばきあって、ちょっと、あんまし良くなかったけど、組合自体は。まあ、この辺で、こっちがだいぶ良くなってますね。まあ、これはちょっと相手の三六流で、不切りになるのうっかりだったと思うんで、ちょっとね、あれだったんですけど。ちなみにここは相手何するのがいいんかって言ったら、結構難しいんですよね、相手もね。強毒は確かにしてるんだけど、金がね、これ離れてて、3八歩とかが、やっぱりね、回ってくるとまずいので、まあ、それ待って多分4九香だったんですけど、まあ、3八歩見てから4九香で良かったと思うんで、まあ、竜で、歩切れ解消しといて、4五桂って跳ねる手もね、消しといて、刺すような感じかな。で、まあ、歩打ってきたら、4五歩、同桂、4八香。そう、手順尽くしますね。3六竜に、3七歩取って、なるほど。同桂成だったら、角取るよって言ったよね。で、竜が逃げたら、3八金と、を取れますよっていう。そういう手ね。これなかなか頭いいですね。まあ、5六竜と逃げて、3八金4六歩みたいな感じで、まあ、しばらくねじれが続きそうな感じですね。まあ、強毒が生きるのか、それともみたいな。まあ、振り飛車の陣形の方が整ってる陣形で、次5七桂成もあるし、結構まあ、居飛車が忙しそうに私には見えるんですけど、まあそんな感じの将棋でございました、はい、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。